はい、皆さんこんにちは、フラワーズ出身です。今回のマスクは革命です。ついにペーパーマスクで立体型が出来上がりました。また最高峰と呼べる素材を見つけました。今回は自信作です。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では使用する素材を紹介していきます。まずこのアルミホイルです。こちらは業務用使ってますが、家庭用でも全然大丈夫です。はい、次にこちらストッキングです。はい、こちらは両面テープになります。はい、こちらはサージカルテープです。物差しとハサミです。はい、こちらが今回使う新素材、ワイプオール70というペーパーウェスです。こちらワイプオール60とかワイプオール50とかね、種類があるんですが、このワイプオール70が一番厚みがあって使いやすい、マスク作りには使いやすかったです。なので今回はこちらを使っていきます。こちらですね、下の動画説明欄からまた買えるようにしておきますので、そちらから ご購入ください。では作っていきましょう。はい、ではですね、ここでまず最初にホイールを約17センチで、おおよそでいいですね、おおよそ17センチでカットして、今ちょっと大きめですねこれね、これを半分にして折って、これを半分にカットします。はい、そしたらこのアルミホイル両方とも使うんですが、このように横に長い方ですね、これを横にして1回2回3回4回、はい、4回折ってこのように平べったくしておきます。これをもう1個作ります。そしたらですね、これを17センチで、これはぴったり17センチでカットします。この17センチというのは、ご自身の作りたいマスクサイズのことですね。なので今回僕はね、17センチのマスクを作りたいので、このアルミホイルも17センチでカットします。両方ともカットしますね。はい、このように2つ用意します。はい、そしたら今度ストッキングです。ストッキングを約2センチ間隔で、このくらい切りますね。でこちらも2センチ2つカットします。はい、そしたらこれをちょっとね、こう伸ばしながらくるくるっとしてあげると、このように耳ゴムが出来上がります。いいですか。はい、はい、そしたらマスク本体を作っていきます。こちらがワイプオール70です。これを、半分にね、折ります。折り目がついてると思います。四つ折りになってるんで、最初から。いいですか？そしたら、今回は17センチのマスクを作っていくので、これ約20センチですね。20センチでここをカットします。はい、カットができました。ただね、こっち側を今ちょっと他に置いときます。でこちら側で作っていきます。はい、そしたらこのワイプオール70を広げます。そしてここに真ん中にね、こう折り目の線がありますね。だからここに先ほどのアルミホイルをこのように置いて、ちょうど真ん中ですね。真ん中に来るように置いたら、ここをサージカルテープで仮止めしときましょう。真ん中ちょこっとこう仮止めしとけばいいです。
そしたらこれを一度ねこのように閉じますよ。閉じてこの下の部分を約1センチこのように折ったらいいですか。これをこのまま真ん中でこのように折ります。はい、そしたらこれをね開きます。とここに今折った線の跡がついてますね。この折った線の上側にこの線に合わせてこの上側にこのもう一本のアルミホイルをサージカルテープで貼ります。ここも仮止めします。はい、そしたらこちらカットしたワイプオールですね、これこのようにさっきついてたワイプオールです、これを2つ折りにしてこれを90度回転させます。そしてこのアルミホイル上のアルミホイルの下のあたりにこのように置きます。ただこれ、ね、実は今回17センチでカットするとこれ何もカットしなくてぴったり来てるんですけれども、ここの間をね1センチずつ開けたいんですね、このように、なので例えば、ご自身が作りになるマスクが15センチとかのサイズですとこのワイポールのこのカットした方が大きくなってしまうと思うので、その時はこの両側1センチ開けた大きさにカットして使ってください。17センチだとぴったりきます。はい、そしたらこれを閉じます。閉じたらここを1センチこのように折り込むんですが、その時にこの両面テープを少しですね5センチぐらいですね、この真ん中のところに貼って、ここを折ります。はい、そしたらこれをね裏返しにして、こう真ん中2つ折りにしますね。で2つ折りにしたらこの開いてここの真ん中の線に合わせて両側をこのように折り込んでいきます。はい、で広げたらこれをまた裏返しますね。こちらがアルミホイルが入ってる方です。そしたらここでねプリーツを作っていきます。一番上のこの折り目はここのアルミホイルの下あたりまでこうプリーツ入れますね。2番目はここにアルミホイルが入ってるんですけど、これをこうつまんで2番目のあるプリーツを作ります。で3番目はこの線に合わせて、このプリーツをこのように作っていきます。だいたいここの時の出来上がりサイズがこれ9センチになってますね。これ今回、まあ、8センチから9センチぐらいになってます。今回 8.5 ぐらいですね。そしたらここをこのようにハサミとかで仮止めしておきます。このサイズですねに合わせて、実はここをこのように折り込んで貼るので、まあ両面テープをちょっとだけ短くカットして、はい、そしたらここの両側をね、このように三角形に折ります。いいですか。そしたらここを両面テープでここを貼り付けます。このようにでこのね三角形の部分はこのまま両面テープを折り込んでしまって構わないです。このように。そしたらこれをひっくり返して、まあ、反対側もですね同じように両面テープを貼ります。はい、そしたらこの両面テープをこのように剥がしてあげて、
先ほどストッキングで作った耳ゴムをこのように入れて、ここを折ります。折りました。そしたらね、ここのところをサージカルテープで貼っときましょう。はい、そしたら反対側ですね。反対側もこのように取ったら、耳ゴムを入れて折ります。そしたらここをサージカルテープでまた貼ります。はい、これでマスクの完成です。ではちょっとつけてみます。はい、こちらができたマスクです。ではちょっとつけてみます。これでここ引っ張りますね。でここにワイヤーが入ってますので、このように上げてあげます。ギュッとギュッと横からこう上げてあげますね。でここでプリーツでこう伸ばして、自分のサイズにぴったりくるようにこのように合わせます。そうするとここにね、実はここに今ここに丸めホイールが入っているので、ここのところをねこうやって指で押し上げてあげると、このようにさらに立体になります。いいですか、このように立体になります。でここでご自身のもう形に合わせてこのようにビシッとすると、この隙間もなくなりますね。このもちろんここのところにもワイヤーが、ワイヤーというかアルミニウムが入ってるんで、アルミホイルが入ってるんで、ここもぴったりきます。でここも上がって鼻のところのここが空洞になっているので息苦しさが全くありません。はい、でこれね、髪質もこのワイポール70は今まで使った髪の中では一番良いのではないかと思います。とってもね肌触りが良くて、気持ちがいいマスクですね。でこの息苦しさも全くなく、フィルター効果も高くて、とてもこれは良いと思います。はい、では皆さん、この動画が良いと思った方はグッドボタンをよろしくお願いします。また新たなね、皆さんからのご意見をいただいて改訂版をどんどん出していきますので、ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。実は僕はね、本業でお花のデザインをやってます。なのでこのマスク動画の他にはお花のね作り方とかたくさん出てます。今ね、こういう状況で綺麗なものを見るととてもこう免疫力が上がりますので、ぜひマスクとともに綺麗なものを見て免疫力を上げて、そちらの方もご覧になってみてください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。